皆さんこんにちは、フォーゲームシモレッチです、今回ですね、クラッシュロワイヤルやっていきたいと思います。はい、配信されてから2日ぐらい経ってますかね、経ってるんですけど、いや面白いですねこれ。ただですね、こう進行がまったりと言いますか、あのお金を入れたくなる作りになってますね。基本的にあのクラクラとかと一緒で時短系が多いんですけど、時短系をすごく使いたい、でも我慢したいっていうところの手見合いが今続いております。はい、でですね、今回紹介したいのは、今僕がちょうどアリーナさんに突入したところで、まあ、そこまでちょっといろいろ分かったことがあったので、簡単にまとめていきたいなと思って動画にしてみることにしました。はい、で多分記事も上がってると思うんですけど、より詳しい情報はそっちにも載ってますので、ぜひあのご覧いただければと思います。はい、ということでですね、今回紹介するのは、まず基本的なお話からですね。まあ、本作なんですけど、まあ、よく言われているあの、まあ、基本ルールは皆さんご存知というお話の前提で進んでいくんですけど、あのエリクサーあるじゃないですか、あれのアドバンテージをいかに得られるかっていうのがポイントで、例えば、まあ、4コストのものに対してどうやったらそれ以下のコスト、例えば3コストで倒すとかそういうことができるのかっていうのがポイントになるかなと思います。まあ、例えばですね、典型的な例だとジャイアントいるじゃないですか、あの拠点に向かって突っ込んでくるあのめっちゃ高いやつ、あいつとかは何でしたっけね、スケルトン軍団を使うと結構あっさり倒せるんですけど、スケルトン軍団ってコストが4 でジャイアント5なんで、その部分でコストの差が1できるわけですね。でそれをこう繰り返していってコストの差をどんどん広げていくと勝利につながっていくのかなと思っております。はい、でその中でですね、ちょっとデッキを簡単に紹介したいんですけど、僕が使ってるデッキはこんな感じです。でアリーナ3まで出揃えられるデッキになっているかなと思います。で僕がですね、この中でやっぱ重宝しているのはまずジャイアントですね。ジャイアントはやっぱこう拠点を攻める上とかはあのターゲットを集めるっていうのですごい活躍してくれてますね。あとは意外と活躍するのガーゴイルですね。意外とというか、まあ僕がよく知らないかもわかんないんですけど、ガーゴイルは結構重宝していて、例えばですね、ペッカ、僕も入れてるんですけど、このペッカとか突っ込まれた時に結構厄介なんですよ。で、ペッカは攻撃力とかって速いんで、止めることが結構遅れちゃったりするんですけど、ガーゴイル足割と、まあ遅くはないですし、空中から攻撃できるんで、一方的に、地上的に攻撃できるんですね。その対空攻撃を持っていない敵に対しては。なんでガーゴイルは結構有効かなと思っております。あとプリンスとかですね、僕ちょっと持ってないんですけど、プリンスすげえ強くて僕よく苦戦されるんですけど、ガーゴイル使うようになってからは、まあ、ゴブリンで抑えて、ガーゴイル出すみたいな感じで戦うことが増えましたね。はい、あとはもう一体持ってないんですけど、あのベビードラゴンいるじゃないですか、あれ結構僕の中でなんていうんですかね、嫌いというか嫌なんですよね。っていうのもあいつってあんまり弱点がなくて、まあ、対空攻撃持ってる、まあ、マスケット重視ぐらいかなっていうイメージで、例えば、空中攻撃できるガーゴイルとかだとあのベビードラゴンハイ攻撃持ってるんで瞬殺されるんですよね。ガーゴイルとかもバンバン炎吐かれて、まあ、あと対抗できるのはネクロマンサーですかね。まあ、この辺りが対抗できる、まあ、半分以下ですね、この中のデッキだと。なんでベビードラゴンを頻繁に出せると結構辛いんですよね。すごい今欲しいカードでもあります。で今名前があったネクロマンサーですね、これはアタッカーとしてかなり重宝してます。まあみんなもね強い強い言ってると思うんですけど、あとは最近手に入れたこちらドン巨大スケルトン、これめっちゃ強いんですよね。巨大スケルトン突っ込ませてジャイアントみたいな使い方できるんですけど、ジャイアントと違うのは通常の敵にも攻撃をするので、割とこう集団 あのスケルトン軍団とかに囲まれちゃうともうその場に固定されちゃうんですけど、でただまあ倒されると爆弾を落とすんですね。その爆弾がすぐ攻撃力なので、いろんなものを巻き込みながらいけるなっていうところあるんですけど、例えばそのスケルトン軍団に囲まれてやられましたってなってもスケルトン軍団足早いんで、爆弾爆発する前にスケルトン軍団去っていってます、はい。まあ、なんで拠点の攻撃のに使うのが一番いいのかなとは思ってますね。であとプリンス対策でゴブリンも入れてます。ゴブリンで壁作ったりしてその拠点に突撃されるギリのタイミングでゴブリン出して壁にしたりとかっていうところでゴブリン使ったりとか、
あとは僕は矢の雨とかファイアボール入れてないんですけど、まあ、ここはバルキリーになんとか頑張ってもらいたいなっていうところでバルキリー入れてますぐらいですね。このデッキで一応アリーナ3までは入りました。というか今入ったところです。入ったところで一応記録として残しておこうかなっていうのもあります。はい。あとはどうですかね、まあ個人的にはですね、気になっているポイントとしてはできるだけ敵を引きつけるっていうのも、拠点あるじゃないですか、砲台みたいな、あの拠点結構援護射撃してくれるんで、あそこに引きつけることによって同コスト全く同じカードでも援護射撃があることによってこっちが優勢になるので、まあ、その部分でのこうコストをね埋めれるのかなと思っていたりしております。はい。ということで、まあ、せっかくなんでね、アリーナさん入った直後なんですけど、負ける可能性高いんですけど、ちょっとやってみたいと思います。よし、いくぞ、ドン。さあどうなんでしょうかね。まあ、基本戦術としては、まあ、ジャイアントとか巨大スケルトン出して壁作りながら後ろから高火力なのを出していくっていうのがポイントになるかなと思います。お、相手曲がりたてベビードラゴン嫌だ。ああ、いいんじゃないですか。ジャイアントからのペッカですかね。ちょっと様子見ましょうか、後ろからで。なるほど、アーチャーですかね。まあ、これちょっと様子見ながらね。相手多分もうたまに来てる来てるが、あいつはどうしようもない。まあ、左ペッカでちょっと削れればいいかな。うわ、なんだあれ、あ、爆弾か。もう右はもう攻めたくない。ガンガン行きましょう。左はもう爆弾兵がいるのも無視します。あ、来た。もうほんとね、プリンス嫌。決まれ、よっしゃ。ここでプリンスサイドルで張りますと。あ、やべ、出しちゃった。はい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 、はい、この辺の敵はね無視していいと思うんですよね。で、ある程度強いのところでジャイアントからのネクロ。うわー、まずい。ベビードラゴン本当嫌なんですよね。マスケット頑張って、あー、なんだっけ、メインキャラクターなの、飲ませた。まずいなぁ。対空持ちがいない。うわ、もうそこまで来ちゃう。ちょっとじゃあ巨大スケルトンを壁にしましょうか。いいよねこれね。と、はい、ブーストタイム、よし行こう。巨大スケルトンとジャイアントで攻め立てましょう。あ、壁にできたか。なんとか守りきりたいな、ここ。はい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 、ペッカもいっちゃおう。 Go 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 go。 よっしゃ、落とした。このままいっちゃおう。まずい、間に合え。おっしゃ、間に合った。あー、これで処理しつつ、じゃあネクロもう一回。うわ、まずい。あんなボムが出てたのか。ネクロ頑張れ。ああ、やられる。ゴーゴージャイアント、よっしゃ。サドンですか。サドンですか、まずいな。よしよしよし、押し切れる、多分押し切れる。そんなことよりあそこだよ、あそこをもう押し切るしかない。本拠地よりも押し切れ。ペッカー、ペッカ頑張れ。よし、これネクロの一発で、よっしゃー、来たー。はぁ、といった感じですね。このもう常にスリル満点の戦いが楽しめると。結構僕対戦ゲーム得意じゃないんで、今も気持ちがドキドキしていますが、はい、といった感じですね。あ、ありがとうございます。基本的には、まあ今やったみたいな感じで、
まあ、いろいろまだあると思うんですよ、方法は。ただ僕の中では割と、まあ、タンクとなるキャラクターを立てて、まあ、その後ろから攻撃的なキャラクターを、特に遠距離が得意なやつですね。ここで言うとネクロマンサーとか、あとマスケット重視とか、その辺のサポートでおくとかなり安定するような気がしています。っていうのも、まあ、ペッカとかでもいいんですけど、ペッカとかだとそのジャイアントとかをこう回ってかなきゃいけないんですね。回ってかなきゃいけないんで、まあ、回ってった後にターゲット取られたりすると厄介なんですよね。なるべくあのタグのやつにターゲット集めながら後ろから攻撃できるような体制が作れるといいかなと思っております。はい、といった感じですね。まだまだこの先目指していきたいと思いますが、結構きつい。もう我慢ならずに課金する可能性大です。はい、といった感じですね。今回の動画は以上となります。皆さんもぜひ挑戦してみてください。それではまた別の方でバイバイ。